もこんばんは。こんばんは。空飛ぶ観劇部のお時間でございます。ローテーションですね。はい。ちょっとやる気ない。いや、やる気ないことないんですけど、そろそろ、はい、ちょっとやる気出すのももうええかなと。ああ、そうですね。もうそろそろ僕らも大人になってね。そうなんですよ。クールな感じとか、ね、30代後半なんで。ね、40代前半ですか。そうですね。そうですよ。丁寧にサボり方してるんですね。声は高いしでかいんでね、まあいいかなと。なるほど、そっちで顔していこうかと思います。よくわかんないですけど、はい。今日はですね、はい、学会ナンバー1の泉がちょっとお休みということで、はい、2人で、はい、ね、やっていこうと思います。やっていこうと思います。学会ナンバー2の立花祐介です。あ、ナンバー3の竹田部です。はい、今日も観劇三昧日本橋店から、生中継でお送りしております。ほんまですよ。そうですよ。録画にしたいですね。あ、録画にしたいですか。どんどんやる気が。録画にしたら、でも録画にしたするのに編集しないんでしょ。うん、しないですね。そう、録画やのにやばいことその分流れる。そうでしょ。そういうことでしょ。しかもね、時間合う時にだらっとね。そうですね。じゃああれじゃないですか、日曜の朝のミーティングそのまま観劇部として流していくんですか。そうですね。後ろの人らが寿司屋さんの喧嘩とかも全部一緒にね。ね、流しながら、ね、流して、うん、はい、というわけでどうですか最近ですか。最近は、最近はね、ちょっとね、映画を作ったりしておりまして。そうですね。そうなんですよ。なんか、もうツイッターになんか公開日誌が上がってますね。そうなんですよ。何してるんですか、急に。いや、急に。ちょっとやる気出してみようかなと思って。やる気出た。そうそう、そうなんですよ。うん、もう疲労が抜けなくて抜けなくて。それは日夜に映像を撮っているから、ね。移動とかあるじゃないですか、結構。うん。機材もいっぱい持ってね。しんどい。しんどい。照明つけたり消したりしんどい。肩が痛くても。竹信さんは、役職としては何になるんですか、その映画撮ってる時の。一応ね、船長なんです。あ、あ、うん、まあそれは置いといて。船長と園長と座長がいるんです。何をやってるんですか。ああ、主に監督をやってます。監督業、はい、カメラマンは。カメラマンは別の、はい、太田さんっていう方に。あ、そうか、うん、じゃあもうほぼほぼ監督業になるんですか。そうですね、ほぼほぼ監督業なんですけど、うん、演技指導が、うん、演技指導と脚本がワンゲスドブゼの海田さんなんですね、うん、あ、はい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 。で、監督ってまあ普通演技指導するじゃないですか。そうですね。超楽。なるほど。演技指導してないんで。それいいんですか。なんかね、いい感じですよ。そもそもそうですよね、うんうん、監督が演技指導しなかったら、まあまあ編集の時でこんなカットでこんな絵コンテは、絵コンテはね、大体僕が書いてるんですけど、うん、忙しすぎたらちょっと半分ぐらいで終わってたりとかするんですけど、うん、そう、うん、それで怒られてるんです。監督業って何するんですか。え、監督業本来それはじゃあまだ次回の陰でやりましょうか。すごい長い話だね。そうか、うん、なるほどな。とかでも、まあ、でも楽しくやっております。その演技指導を見て、あ、ちょっと海田くんっつって、ここをこうじゃないかなって言ってこうって言って、で海田さんがまた、いや、ここはさっつって、そういうことはしてない。ただ組織が複雑になってるだけじゃない。そうですね。直接言うたらいいじゃない。いや、だって一応演技指導として立ってる以上はさ、一応立てなダメじゃないですか。あ、まあね、まあね。そこで間通して、いや、海田くんさっき言ってるけどこうしてよとかって言っちゃったら、もう僕は何しに来たんだってなるじゃないですか。まあ、話が複雑や。はい、はい、そうですね。というわけで、まあ、楽しくやっております。はい、あ、それは良かったです。ゆうすけさんは？僕ですか？僕はね、あ、この間空中空地の、おーおー、長屋の、そうです、うん、本番が終わりまして、はい、あ、出てはったんですか。大阪クリエイター枠みたいな、へ、本だけいただいて、はいはいはい、で演出と作家は、出演者は大阪の人間で、はい、そのオムニバスなので、はいはいはい、1本だけ日曜日かな、1本だけその出してもらったんですよ。へ、出てもらえませんかって言ったんですよ。で、だから本は、うん、関戸さん、うちの関戸さんで、うんうん、演出が勝山周平 で僕とバグの一ノ瀬直ちゃんとで2人芝居を。そうなんですね。そうなんです。あら、知らんかった。見に行けなかった。させていただいて。見に行けなかったんですけど。ああ、うん、そうです。どっちみち無理だったんですけど。作家さんが見ずに、もう全く映像も何も流さずに、こっちでただただ勝手に作って、で、
本番の朝見られるっていうこの緊張感、大丈夫みたいな顔になる可能性もある。そうなんですで向こうがどんな風に作ってきてるかも知らんし、うんうん、もう一回2でやってるからちょっと座組として出来上がってるし、うんうん、うわーと思っていやでもあの概ね関戸さんもあのゲネの時に客席でゲラゲラ笑ってくださって、なんとか気使ってくださって、無理から無理からもう腹筋をもうグーッ使って笑っていただいて、とか無事に本番を迎え終わりまして、ちょっとね、まあ、あのここだけの話なんですけど、ちょっとねあのその先がありまして、はい、もうちょっとしたら発表されるんだろうなと思うんですけど、はいはい、ちょっとあのそれだけでは終わらないぞ、大阪クリエイター枠みたいなことが今動いております。はい、それはいいですね。そうなんです、よかった、やってよかったと思っていや、なんか結果を残してるんですよ。なるほどね、無理から笑ってるんじゃないないですね、それは。なるほど、うん、あ、いい話が聞いたので今日はこれで終わりって感じでいいですか。ずいぶんしっかり喋ってます ね、 そうですね、今日は ね、 いつもと比べて。そうですね、まあいいでしょ。僕さっきまで寝てたんでだいぶいい感じで体力が回復してきた。あ、いい感じになりましたちょっとそこで寝てたんで、アイドリングもしっかり今ここでいい感じで、いい感じで、よかった、はい、というわけでじゃあ進めましょうか。そうですね、本題に入りましょう、はい、というわけで今日はですね個人と演劇ということで、たまにやるんですけどね、うんうん、たまにって2か2ですね、2回目です。はい、お一人のゲストをお招きして、そうですね、もう普通になんかお話をし聞こう、聞こうっていう、徹子の部屋みたいなことですよね。一対一じゃなくてこっちが多いんですよね。そうそう、徹子呼ばれる方たまらない。徹子はやっぱり多分僕ら二人でも徹子は補えないと思うんで。ああ、なるほどなるほど、うん、やっぱりそれはもう3人4人おってもいいぐらいなんですけど、そっち目指してるんですか。徹子目指してない。目指してる全然目指してないです。頑張ってたっけ。頑張って頑張るわ。徹子が徹子ですから、うんうん、なるほどねっていう感じで、ゲストをお招きして今日はちょっとお話を伺おうかと思います。今日のゲストですけれども、ベロベロ眼球女という劇団、はい、今ユニットになるんですかね。そう、ユニットになる、小山俊夫さんです。どうぞ。小山俊夫です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちで合ってる、こっちで合ってます、こっちで合ってます、こっちに向けます。もうガンガンこっちでいい。映像が来ていません。あ、映像が来ていません。来ていません。なぜだ。それは何の、どういうことですか。こっちのカメラからのってこと。カメラからのが来てる。あ、ちょっと待ってください。機材トラブルです。じゃあ一旦ちょっとこっち側のカメラにしといてもらって、ちょっとじゃあ、はい、見ていきます。じゃあ2人並んでしゃべる。あ、そうです。失礼します。はい、こんにちは。というわけで、小山くん、はじめまして。はじめまして。めっちゃ、そうなの、全然知らんもんな。そうですね。全然そうですね。見たことある舞台立ってるの。いや、すみません。いいです。治りました。はい。あ、治りました。はい、早い。簡単な初歩的なミス。線が抜けかかってましたね。そう。しっかりさせ。そうなんです。そうですね。でも僕もそうなんです。ベロベロ眼球女見たことなくて。そうです。名前だけ聞いてて。で、一応って言ったかな。感激三昧に上がってる2作品は、なんとか見させていただきました。いやー、なかなか、ザ、トガトガとか、いや、トガトガとか、長く見てないから、これは、多分、見たうちに、1見たから、なってなくて、その辺はちょっと、なんか、いろいろ話を聞きたいなと思うんですけどね、なんか、聞こうかなと思って、もともと、いろいろこう、今、東京に行ったり来たりして、そういう話も聞いたりとかしてるんですけど、私学に行きたくて、本当は、はい、なんか普通に勉強して大学行ける気がしなくて、うん、私学に行きたいって親に頼んだんですけど、うち金ないねんって言われて、なんかいろいろ見せられて、ちょっと、お前家計、お前や、小山くんは一人っ子ですね、一人っ子で共働きなんですけど、それで、どうしようと思った時に、担任の先生が数学の先生だったんですけど、ジャグラーやって、へジャグリングで稼いでましたみたいな先生。すごい。それはいつ先生しながら
いや副業はかもね。そうなんです、先生する前にジャグラーで生計立ててたみたいな、また変わった人なんですよ。それでなんかお前なんかやった方がいいぞみたいな言われてちょっとなんかやんちゃやったんですよ、クラスの中で。そのやんちゃはどういうやんちゃ？いや、なんかただうるさいぐらいのやつ。別に悪いことじゃない悪いことじゃなくて、ね、普通にあうるさいなみたいな感じで、あいつなんやねん。そうなんですよ。それで、あじゃあ普通の大学、あ高校じゃなくて、うん、なんかないかなと思って、うん、公立でなんか違う学科を探してて、うん、で演劇学科が府内であるのが、うん、昨夜この花高校っていう、あ、はいはいはい、あそこしかないと思って、で偏差値ちょっと高めやったんですけど、うん、まあ、歌えば通るやろみたいな、謎の自信で、もう地元でしか歌ってないから俺上手いと思ってた。あ、それは何、友達のカラオケって俺歌上手いと思って、それで歌ってギリ合格して、うん、で高校に入って、うん、でも通ったんやね、通っちゃって通ったんやね、すごいやん。そうなんですよ、通っちゃって、でもミュージカルみたいな感じの高校で、あ、はいはいはい、でも一応いろんな演劇見させられるんですけど、うん、ミュージカルが嫌いで、うん、どうしても歌う、なんで歌うのみたいな。それは、うん、元からやってみて、いや元からっすね。あ、それでなんかうーんってなってた時に、うん、なんかその後ろの映像のあがっかりアバターのやつを見に行って、たまたま知り合って見に行って、それは坂本君と知り合った、はいはい、あで、あこれやったらみたいな、これやったらみたいなで始めました、それは高校の時ってこと。そうですね、それ何年前ぐらい、でも何年前、18? 18大学生アンディと知り合ったのはどこで、どんな風に知り合ったの？なんかあの間に人がいて、はいはい、なんか中学校の時 の, その僕がお世話になった先生の下にいる、うん、一瞬だけ学校に来た先生みたいなのがいて、謎ですね。その人が演劇の主催や、こう劇団の主催やってて、でその劇団は今もある、ヤギュリバっていう、おーおー、なんか変なおっちゃんのやつ、なるほど、へぇ、あ、孫市さん、そうなんですよ、そうなんですよ。で、高校の初めての学校の公演の前日に梅田でぼーっとしたんですよ、自分が踊れなくて、あダンスが、そうなんです踊れないと改札で終電まで粘ってたら、どういうことや、踊れないから改札で帰りたくなくて、あ、寝たら明日になってしまうんですよ。そしたらたまたま切れてもなるけどそうなんですよ、お前やなバカなんで、たまたま再会して、今から武漢と打ち合わせやけどみたいな、来るみたいに言われて、行ってアンサンブル足りてないけど出るってその場で言われて、じゃあ縁かなと思って出るって言ったら、そこの演出をしてて、そうなんですよ、演出してて会って、ヤギュリバで演出をしてた、はい、じゃああれ、花火の、そうです、花火のやつ、あれか、花火のやつで一瞬切られるだけで出てて、マジで全然作風違うんですけど、あへ、あ、じゃあそれが初舞台、そうですね、おー、そうなんですね、じゃあもうそれでなんか、でえ、じゃあ出てから見に行ったってこと、え、出るって決まって、うん、で、なんかワークショップみたいなのがあったんですよ、うんうんうん、で、うん、その時、真っ金の金髪で、うん、まあ、細身じゃないですか、うん、真っ白で、うん、なんかかっこいい色のコート着てかっこいい色のコート、かっこつけてるわけですよ演出家っぽい、僕が見てた1年半ぐらいの中で一番演出家っぽくってその時期が高校時代の啓蒙の最果てみたいな公演やってて、うんうん、あ、はい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 、で、なんか尖ってた、そう、そうなんです、尖ってて、で、僕演劇の高校の方の授業でなんか実技が苦手やから、踊ったり歌ったりが、うんうん、なんかあの演劇論みたいな授業が大好きで、あ、はい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 、でチェーホフが好きやったんですよ、はいはいはい、でその流れで青年団とかも好きで、うんうんうん、っていう話をしたんですよ、うんうん、あ、じゃあなんか仲良くなれそうやなみたいな、向こうもちょっとぶってたんで、その時なんか新から演劇愛してるやつ俺好きやわみたいな言われてで僕もなんかかっこいいなってこの人やばいってなって、うんうん、今度見に行きますねって、うんうんうん、演出家になるにはどうしたらいいんですかねみたいな、けなげに毎回 LINE とかして悩みの悩み相談室
でその時なんか、あ、まあ普通に演出家として仕事するなら無輪管とかが硬いんじゃないかなみたいな言われて、今無輪管にいるんですけど、うんうん、言ってた、無輪管硬いんじゃないかなって言ってた人、そうなんですよ、言ってた人に、で真に受けて、うん、そのまま行ってるんですけど、へえ、で小劇場ですね、うん、そっちに行った感じです。うんうんうん、無輪管はいつから行ってんの？4月からですね、今年の。それまでにでも作品はベロベロ眼鏡なとしては作ってたって。そうですね、作ってますね。結構なペースでやってますよね、うん、ね、なんかそうなんです。もう 10何回とか、次14回で、ね、2年前に演劇始めた人が7本やってるんで、ね、7本半年2月に1回以上やって、そうですよね、うん、あーっていうことやもんね、すごいよね。なんか飽き性で、うん、なんかやめちゃうなと、ああやってないと、そうなの、ああほっといたらほっといたらやめるなと思って、うんうん、え、昨夜この花は出た、出ました、卒業ちゃんとしました、本当に全部ギリギリででもだってそういうことやな、学校行きながらそうやってなんかミュージカル教えられながら正反対の作品を作ってたってことやろ。でもクラスでは嫌われ。嫌われかい。それ興味深い。どんな嫌われ方した？いや、なんかやっぱ言うことちょっとちゃうんですよ。みんななんかカッコつけちゃうんですよ。なんか こういうやつを見てきて。やっぱ自分の稽古場でも、うん、こうやって机に座ってこうやってるわけですよ。それが隠そうとしてもちょっと出ちゃうんで、ああはいはいはい、なるほどね、急に横文字出すみたいなメタファーがさ高校生やんで、メタファーって言われても腹立つしみたいな、いいんだよみたいな、サブテキストがさサブテキストしらしらみたいなでもそんなんやらへんねや、なんかいやでもやるっちゃやるんですけど、うん、やっぱ言い方とかやっぱ違うかったりするし、あ、ね、先生が言うもんなんですね、やっぱり、うん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 、お前ごときが言うもんなんです、なるほどね、そのドライン、ドラインの人間に言われるとちょっとみたいな、みんな女子なんで、しかもあそうなんや、僕の代が特に男の子2人で、僕ともう1人しかいなくて、あと38人女の子で、つらいな、その中で演出やったんですよ、うわつらいな、あなんかいろいろ言われそうっすね、そうです、もうめちゃくちゃ日によって変わるみたいな女の子なんでいやー大変、もうただただ毎日ご機嫌を取るだけの毎日や、そうだいやいや、まあまあまあいやそうやって、絶対そう女の子ばかりの集団はもう、あせやな、あっちではあれだけどな、そうそう、わかるわかる、いやでもな、こっちではなっていうご機嫌取りの日々ですよ、うわ配役考えるのも大変や、ね、いや絶対そうやと思う、たあっち立てたらこっち立てたらやばいから、見てたらやばい言えないですけどねいやでもだもうそうですよ、いや、まあ、独創そうですね、いやそれはまあ、うん、女性の中で男少ないっていうのは辛いです、まあ、肩身狭かったりして、僕も女系劇団にいたんで、ああ、うん、そうでした、座長は男の人です、はいはい、そうですね、最終的には座長から僕までの間の 3,4 人は全員女性ですから、そうですね、先輩女の先輩ばっかりの中でやってたんで、オセロやったら圧勝なんですけどガンガンただオセロじゃないんだな劇団の縦社会なんだな、あー残念、しかも座長がちょっとだらしないからもう女性陣がこのコラって言うてるしねそうそうそう、そういうところでやってた、大変ですね、大変だよね、そうかそうかそうか、そっちのストレスを、うん、あの作品にやってでそっちのストレスを学校でチヤホヤしてもらうみたいな、へえそんな、でも機嫌いい日はみんな優しい、あなるほどね、怖いっすね、流れなんで集団なんで1対38やと思って接してたんで素晴らしい、なんかもうレギオンみたいな感じなんですねレギオンいい日はすごいいいですよ、みんなもうここにめっちゃおるみたいな休み時間とかみんな俺の周りにいたどうしたらいい横山君これどうしたらいいうんそこはなっつってもう休憩とかも僕が言えるんでちゃんとみんな疲れたら休憩にしようみたいなみんなありがとうみたいなこんなもう2年だけだよなって過ごしたんですよ、そうなんや面白いな苦労されてはるねみんなでも演劇続けてんの、うん、いやでもなんか演劇の学校とかって意外と進む人少なくて、そうなんですか、みんな辞めちゃうんですか、そう、なんか何割かはもう高校の場合ですけど、うんうん、大学行けなんか勉強もあんまりしてないし、なんかナルシカ芸大とか先生とかに言われてたんですけど、ナルシカなくて、うん、
を台芸とかに受けるみたいなとか、まあ、自分からミュージカル続けたいとか、うんうんうん、この先生受けたいみたいな人が数割で、はいはい、残りはちゃんと勉強して大学、うん、で僕みたいに大学も行かずフラフラしてるのが 2,3 人みたいな意外なことに看護学校が多いんですよね。あ、そうなんや。うちの学校だけか分かんないですけど、やっぱ女の子多いから。なるほどね。あんま続けてる子はちょいちょいぐらい。見に来てはくれてるの？見に来てくれますね。にはくれますね。へえ。なんかあんま仲良くないけど、うん、公園だけ見に来てくれる子とかもいたり。そんなんあんねや。いたり、仲いいけど来てくれない。来てくれなかった。その外のやつは嫌やみたいな。ああ。お前が偉そうにしてるの見たくない。人それぞれある。一応高校では芸能活動禁止みたいな。へえ感じやったんですけど、うんうんうん、バレてたんですけど先生、うんうん、もう先生も別に怒らずにやったんですけど、うんうん、換気実習っていうのがあって、うんうん、ちょいちょいなんかアイホール行ったりとか、うんうん、ボーテン行ったりとかするんですけど、うんうん、なんかウィングカップに出た時に、うん、いつもチラシそれで巻いてない部分もあったんですよ、うん、チラシうち巻いてないんですけど、なるほど、バレちゃった、バレたから、なるほどなるほどなるほどで、なんか入ってて目の前にあの学科主任の先生こう見てるわけですよ。ウィングカップの総合のチラシをな僕の写真写ってあ、やばいやばい、寝たくでしょ結構そういう感じの過ごし方でしょ。へえ、そうなんやな、面白い。そんな脳だとコンスタントに脳って抱えてるけど、すごいよね。そんな一応バレへんようにっていうなんか年間7本ってそれすごいね。一回やるだけでも結構すぐ帰るなみたいな。先輩にも嫌われでもクラスの子には言ってたんで、うん、ただ稽古のやりくりは大変やったりしてたの。この日ごめん、どうしても抜けないと思った、うんうん、それでまあその高校在学中にベロガンを作ったわけやとか、でキャストとかっていうのはどうやってやる、メンバーとかはどういうつながりで集めて、いやまあその坂本さんに演出してもらった時に出てた、あ、そっかそっか、それから始まって、はい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 、その子の知り合い、その子の知り合いみたいなネズミ子みたいなまあまあまあ、でもそんなもんです。そうですね。で途中からはちょいちょいなんか見てくれる人増えてからは公募とかしたり、うんうん、結構ツイッターとかでも、うんうんうん、あ、ちょっと可愛いみたいな子も言ってておえ、それは何、ベロベロ眼球女の公演が終わった後検索してってこと？僕毎日検索してるんですよ。あ、ベロベロ眼球女を不安で、うんうん、で調べていいなって子がいて、あ、出たいみたいな、たまにいい夜ですよ。あ、言う、うん、いい夜ですよ。いい夜こうの写真をこう見てうちなんかほぼほぼもう見た目重視みたいなとこがあって、うんうんうん、なんか書くセリフがセリフやったりする、うんうんうん、ブスが言っちゃやばいみたいないいよこれ悪い感じで言うたら、ね、これ書いたのに声かけられてないって言ったらやばいよね。いや逆に言えば声かけてる子はもう可愛いってことですよ、うん、うち出てる子は可愛いっても言い張るんだいや、それフォローになってる気がするそれは選ぶなよ。だってそんな、うん、しゃあないっつったら、ね、でも僕堂々と容姿って書いてるんで、うん、なるほど、うん、でも、もうなそれはもう説得力ですから。そうです、見た目は説得力ですから。そうです、それ大事ですけど、竹信さんもこの形じゃなかったらだってもうなんかどういう形なのかちょっと何を思ってどういうことを言ってるわけ、名乗れてないかもしれないわけでそんなことはないと思ういや竹信さんはもうこのフォルムじゃないと竹信さんとしての説得力ないじゃないですかおお、じゃあそれでいいよいやいや、別にそこにやりがあれだな。大抵どの現場でも自分が年下ですね。そりゃそうですよね。だってまだ、ま、いや、二十歳は超えてるのかなと思ってたんで。そう、呼ぶ人とかももう年上とかやったりして、うん、大学生でも年上やったんで。そうですよね。そこそこだい、え、ね、お客さんの年齢層ってどれぐらい？いや、でもまちまちですけど、でも大体若い子かなって感じ。結構20代前半ぐらいまで割とだからあの専門学校生っぽい人たちなのかなみたいな人とか結構いて、あのね、普段のその
ヘップホールとかによく来てはるお客さんとかとはちょっとそう違う感じ。そう、違う、違うやろなとは思って、うん、このあのメロガの作品が響く年齢層って多分若いやろうなと思って、20代前半じゃないと、ね、おっさんにはちょっともう通り越した話やったりするから、ね、おっさんがこれに完全に同調して、おお、そう思ってた、言ってた、ちょっとちょっとそいつやかん、ちょっとおそのさんみたいにおっさんなんで、ちょっと注意とか思って見てて、だからどれぐらいのね、そうなんかな、ね、結構高かったですね。女性が多かった気が結構しました。僕がたまたまその回にいただけた、でも女性が多いと思います、ね、うん、女の子の方がついてくれるんかな、うん、そんな感じは確かに。僕見たのはあれ、あの、さよならサブカル、あの、なんか、ロクソの、そう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 、四角形に、オーバルシアターか、オーバルシアター、オーバルでやって、紙面舞台で、感激三昧に上がってる、そうなんです、感激三昧で見たんですけど、見たのはもう、だから、一人のダメ男を取り巻く女たちの話なんで、そう、うん、やっぱ女の人の方が、イラッとしたりとかもするかもしれないけど、あれに対して喋る人は女の人だと思う。あ、そうかもしれない。うん、男の人はもう喋りようがあんまりないというか、うん、今日もエゴサしてたら、うん、なんか全然知らん女の子がその作品、うん、多分東京の子か分かんないけど、うん、映像で見たみたい、うん、なんか今セリフの練習してるみたいな、うん、えセリフの練習どういうこと、再現するってこと。そうなんかもう好きすぎて、あ、そう、すごい嬉しいなと思いつつ、でもなんかそういう女の子だからなんか いそうな感じはすごいするもんな、作品の出てくる女の子、今っぽいかもしれない、うん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 、結構東京で俳優集めますって言った時とかに、うんうん、その映像をこれ見てくださいみたいなって、うんうん、これ見て出たいと思いましたみたいな人見てくれたりする、はいはいはい、嬉しい嬉しいそうね、感激三昧やってよかったなありがとうございます。作品の着想ってのはどこにあるの、なんか、なんかでも高校の時の演劇学科の戯曲書く講座みたいな、はい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 、一応1、2回程度あるんですよ。1、2回しかないんや年に全部で全部で、あ、でももうちょっとあるんですけど内藤先生とか、あの南川君とか、あと極東退屈道場の林先生とか、はいはいはい、やっぱ会話で書けみたいなのを言われて、で、あ、会話で書こうと思って、うんうんうん、会話で書いてたんで、なんか普通に喋り出して人数だけ決めて喋、うん、り出してみたいな書き方、喋り出して自分で、一セリフ書いて返答して、うん、書いて返答してを繰り返して書くん で書いてった中で、あ、付け足そうみたいな感じでやってるんで、だから割と自分が経験してることとか話聞いてることばっかり書いてると思う。そう、でもそれは多分そうなんやろうなと思う。非常にパーソナルな感じがする、そうなんですよ、印象の作品が、あの、個人の世界は書いてなくて、うん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 、個人の生活を書いてるというか、そうです、そうです、うん、っていうのがすごくある、うん、あ、なるほどな。いや、でも高校生であれだけ生活かけたらすごいなと、うん、あ、そうですね、おっさんであの生活書いてたら、うん、世界狭いなって、もうちょっとお前世の中出ろやって思うんですけど、うん、まあ閉じこもった人たちの話そうでもですから、ね、あ、でも、あ、なるほどな、うん、そうか、でも高校生の時に書いてたと思うとすごいすごいですね、あんなにちゃんとよう書かないですもんね。そうなんかね、もう人に任せるぐらいですからねそうですね、うん、演技指導まで任せてますぐらいですからね。いや、でも本当になんかちゃんとね、なんだろうな、あんまりそういう ところに疲れるんですよ、そういうのをやろうとしたら疲れるんですよ。だから自分のそう、いや、じゃなくて自分の生活を見つめ直すとかいうと結構しんどい作業じゃないですか。そうですよ、うん、うん、だからすごいなと思って、それがすごいなと思って。でも物作ってる人って大体ちゃんと見つめ直してません？マジで？わかんないけど見つめ直してる方やと思ってた僕。マジで？違う？そんなことない？みんなそんなことしてるんですか？彼はしてると思いますけど、見つめ直してるから、ね、この間初めて、ほぼ初めてに近いけど本書きましたけど、やっぱりなんか止まるというか、いろいろこう考えて、これでこう喋っ
一回この人の気持ちになったりとか、なんか、あ、なったら、あ、俺がこの人やったらこう言うわみたいな、それって自分をある程度見つめ直さないとできないという。あ、そう？うん。っていう感じでした。まあまあ、それは人それぞれなんですけど、まあ、多分ロジックが人それぞれ違うから、当然、うん、多分その自分の際どいやつとか書いた時に、うん、男女関係とか、うん、上演して初めて、あ、俺悪いことしてる的に見えたんや、初めて途中まで気づかないんだよ。それは若さやな。だって2人ぐらい出てたりしたら女の子の方がこう見られたらいいじゃないですけど、でやってて、で最後にゲネとかで見て、うん、あ、やばい、俺やったらあかんことしてるよと思って最後ちょっとだけなんか物思い吹けるシーン増やしたりとかちょっとでも俺反省してんねんね俺反省してんねんねんいいね、いいねそれはありますね。そうか、だから結構自分のほんまに体験談とかもそうそう、リアルな感じしますもんね。きっと元になる時期あるのかなみたいな感じ、こうしたかったとか、ああなるほどね、本ってったらこうしたかったけどできなかった、うんうんうん、でもね、この部分ではある程度大前提は実際起こってることやったりもするし、そうですね。なるほど、だからあれやな、説得力というか、なんか生きてるっていうか生活感があるというか、なんかこう、うん、そうですね、説得力がありますね、うん、なんか生々しい迫力みたいな、うん、ある種のなんか嘘じゃないんだろうなこれはみたいな気持ちよさみたいなのを感じることがあって、まあそれがね、好きなタイプの人、うん、あ、そうかどうかはちょっと好き嫌いが激しい人なんですけどね。だからやっぱりとてもパーソナルにな、その個人の、しかも今のその10代の個人のお話なので、広く一般的に大人の人たちが受け入れれるかって言ったらそうじゃない部分もあるし、今の子ってこういうふうにもの考えてんやなみたいなふうに見ないと絶対面白くなくて、自分がそこを分かろうと しないと多分面白くない、そのなんか提供されようと思って見てしまうとちょっとしんどいんだろうなと思うし、でもなんかすごい面白いなと思ったのが、なんや、同時多発をするじゃないですか、うん、その1から見てないから、うん、7、8か、あの2つは、あと、今のところベロベロ眼鏡の2つはすごい同時多発が多くて、うんうんうん、僕は見たやつもそうでしたね、基本的にあんまり見やすくはないという、そう、うんうん、ストレスだから情報量が多すぎてストレスになったりとかするんだけど、でもなんかそのまあ今のところの一番最初に言ってたんですけど、聞こえなくてもなんかそういうもんやと思って受け止めてくださいみたいなことを言ってて、あ、でも最初にその言って、あ、そう言ってしまうのはありやなと思って、で最初に自己紹介というかキャスト紹介するじゃないですか、あれも面白いなと思って、なんかね、バンド文化みたいやと思って、バンド好きで、なるほどそれはありバンドってベース、ボーカルって言うじゃないですか、うんうん、あれで名前を知らない人が名前を知ることによってちょっと感情移入できるというか、うんうんうん、なんかそういうのがなんか作用としてするのかなと思って、僕こんな人でお送りしますっていう一番最初に言うのってなんか、あ、なんか演劇で、あ、たまにだからキャストパレードとかではするけど、うんうんうん、わざわざ役者が出てきてどうもお願いしますってやることはないなと思って、うんうんうん、でもあ、これってありだよなと思って、なんかやっぱ見にくいって言われたことがあったので、うんうん、もうじゃあさっき言っちゃおうと思って見にくいよって、そんな大したなんかどんでん返しもないんで生活してるだけやから、だからこの子はこうなっちゃいますって全部言っちゃった方がなんかバンドの曲も知ってる曲聴いた方が楽しいじゃないですか、なるほど空間やと思うんで映像じゃない限り、だからまあ言っちゃっていいかなって言ってます。あとちょっと盛り上がるじゃないですかその最初の最初さえ拍手出しとけばみたいなむちゃ拍手させようとして一人がわーっつったらキャストがわーっつったらなんかキャストの人も安心するからなるほどね、あ、でも最初に味方につけるっていう意味では、うんうんうん、なんかそう演出ってどうやってんの、稽古場でやってて、うん、
え、こうし、なんか、あの、今日試す、じゃあ。いや、そんなことない。あ、そうだな、なんか、あの、ほとんど投げます。あの、動きとか、あ、そうなの。喋り方とかね。あなたが喋るよ、喋ってくれる。台本に書かれてないことを喋ってる人たちっていうのは喋りたくなって喋ってるってことそうのはずですもう嘘ついてなければへえー、そうなんやすごいなそれは面白いですねそうです毎公演違う感じに、うんうん、ああなるほどあそうかじゃあ世界を作るっていうのは本当にそういうその中がリアルになる箱庭的な、はいいや箱庭って言ったらちょっとあれかもしれないけど何だろう閉鎖空間の中がほんまに成立してるみたいな、ね、ちっちゃい町をなるほど出してだから虫かごの中の虫の生活を覗いてるみたいなあこれ楽しいと思ってへえなるほどすごいねいや多分そこまで役者に嘘をつかせなくするっていう作業も大変やろうなそれはそうほとんどその時間になる感じ、うん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 台本別に難しいこと書いてないからその腑に落ちれば全部自分のことだそうそうそう、うん、その時間だけですね傾向はほぼほぼほぼだ自分自身が自分だ自分で喋りたくなるっていうことは役の人格が自分とほぼほぼ一緒で同じ状態にならないと自分の言葉って出てこないから そのどんだけまあざっくり簡単に言うともう多分どんだけ裸になって、うん、自分自身をそこで周りの目を気にせずにただただ存在するかどうかみたいな勝負になってくるんやろうなと思うだからキスとかシーン多いんですけど、うんうん、みんなあのしなくていいよって言っててしてるからあそう逆に言えばよくあるそんな感じじゃなくてそうなんですよねしたくない人したくないみたいなのもあるんでああお前無理なんじゃボケーみたいな話が現場でこいつ好きじゃないやなみたいな、うんうんうん、できるだけ台本書いてる身としてはしてほしいんで好きになれる方法ないかなっていうアプローチあーはい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 、まあでもなんかそれしんどいし役者しんどいですね役者多分めっちゃしんどいしそうですね多分そうだったらおっしゃってあ、思いつき証拠楽屋にこう入った瞬間、うん、みんな泣いてきてやろな温度差って水だけ飲んでって言って帰ってきたのって意外とそんな感じになる、うん、そうなるだからもうほぼほぼ自分なんでそうそうだからそうですねほぼほぼ自分を出してるっていう話現場内恋愛とかもうありえます全然怒ってしまってだから怒らないと逆に作品が面白くなる、うんならないっていうでも怒ってほしいけど起こさないでくださいって言ってまあ、まあ、余計怒るみたいなノーって禁止するぞ終わってからここあってあお前さ言えよ俺にすごいなある意味だから人の人生を監督してるんですよもうその そうですね、その短い時間、ね、短い時間の中で人の人生で多分自分の作ってるものが作り物ではなくてある種のリアルやとどっかで信じてない、うん、できないですよねマインドコントロールですよねそうですよねでもねいやでも本当にいろいろすごいなと思って割とあなるほどあの異文化に今初めて触れるぐらいの勢いなんですけどいや、まあ、頭の中でそういうのがあるのは分かってるんですけど、うん、いやたまたま今自分が作って
ってるので、あの作り方のサーとして考えたところ、あすごいものすごいしんどいことしてると思って、絶対嫌やもん。若くないとできないやろなっていうのはすごい感じる。ああ、うんですね。なるほどね。いや、ようそこが面白いって思ったなと思って。でもほんまそうね、そうね。そこしんどくなっても嫌になるみたいな。パターンの人間なので、作品なんか絵画とかでも、作品見に作品展見に行って作品見るのも楽しいんですけど、それよりその人のドキュメンタリーの方が楽しかったりするんですよ。ああなるほど、その人の人生知ってる方が倍面白いね、映画で。なんか曲聴くのにも、なんかその人を調べた方が面白いと思うし、なんかそういうのにハマった時期で、多分去年の狙いが。モキュメンタリーとかもハマってるとか、嘘ついてないのが楽しいと思って、上演中の袖中で水飲んでる姿とかもうちょっと面白いじゃないですか。疲れてるみたいな、さっきまでめっちゃ嘘ついてた、楽屋で泣いちゃった女の子とか、そういうのが面白いなって思っちゃってたんですよね。動物園、なんか人間版動物園でカッコつけてたんですけど、そんな作品、なんか物語、物語だけ見るんやったら、台本読めばいいやんって思っちゃうし、なんかっていう、ちょっとまあそれを大きくした感じ。そうだと自分の悩みが本当に腹の感情でないと満足できないですよね。だいたい連続何回かうち出てたりする子は、だいたい波乱万丈だったり、自然にうちに来る子がちょっとそういう波乱万丈が、あのもうすでに波乱万丈な状態の卵たちが、僕万全に波乱万丈ですよ。一日稽古の時にあのそういう話だけ聞く日とか出てきたりします。今日無理ですみたいな。ありえるんで。はい、分かりました。ちょっとじゃあぼちぼち休憩になるので、はい、あそうですね、ちょっとそろそろ休憩の時間ですかね。今言ってたそれが面白かった時期って言ってたんで、もう過去のこととして、なるほど、きっと今はそうでもない、そうでもないのかもしれないですが、今のちょっと面白いところをちょっと聞きたいなと、後半戦は。そうですね、思います。はい、じゃあちょっと休憩いきましょうか。休憩いきましょう。はい、じゃあ CM お願いします。
エイトエマプロデュース対伊藤エマです。来月11月3日から5まで近鉄アート館にて僕の新作イカロス戦記というものを上演いたします。最近の伊藤エマプロデュースの傾向としましては、ダークファンタジーを主眼に置いてまして、今回もかなり派手で、とても夢見がちで、心に刺さるような人間ドラマを描こうと思っておりまして、この、ね、TV であえてネタバレ的なことを言うと、古代の、世界を描くつもりです。実際問題ね、こう我々の人間の歴史が100万年でございますけれども、恐竜とか古代生物の歴史って2億5000万年ございまして、その間にどんな、いわゆる生命の流れがあり、その中で哺乳類だと我々の先祖はどう生き抜いて今に至るのかということで、まあ、恐竜やその水中古生物が、時代を謳歌した時の命が何で滅んでいったか、でその中でなぜ哺乳類だけが生き残って、しかも我々のような猿やいろんな動物とかに、ね、反転していく礎になるような生き残り方をしたのかっていうのを、イカラスという、まあ、古代伝説、太陽に挑んで羽を割れた男の話をモチーフにしまして、その羽を自分で揉むのか、それとも揉まれるのか、生き残るためには太陽に向かうのか、それとも地に降りるのかという選択を表現するような演技になっておりますので、どうかお楽しみください。お待ちしています。皆さんこんばんは、豊洋企画の岸咲子です。同じく豊洋企画の甲角純です。豊洋企画の劇団員の何人かが秋と冬に公演をするということで、ちょっとそちらの方を宣伝させていただきたいと思います。はい、まず、最年長劇団員松永主催の、劇団よりきりどすこい、こちらの公演がですね、11月24、25、26の3日間にですね、天王寺のオードルシアターさんの方で公演を予定しております。また、最年少劇団員でありますので、片山優子主催の劇団夜行クジラ、こちらも12月の2日、3日の2日間にですね、こちらは重曹のカフェスロー大阪さんの方で、公演を予定しておりますので、そちらの方によければ足をお運びいただければ幸いでございます。また次回公演の情報も改めてそうですね、できればと思いますので、はい、そのこれからもどうぞよろしくお願いいたします。雨カチャカチャやってるのに、はい、なるほどね。静かにしてみるなって思う。カチャカチャすんな。はい、ただいまでございます。というわけで、はい、コーヒーを買って、はい、ベロベロ版元気オーナーのチケットは、はい、チュッパチャップス。あ、そうでしたね。ちょっと違う。あ、違う。ペコちゃん。あ、ペコちゃんのキャンディ。平べったいやつ。そうなんです。その分喧嘩してる。まあ、大事大事。別にわざわざ高いのにする必要もないですし、チュッパチャップス配るようになったら、うん、あこいつ金持ちだしな。そこでそこで彼のお財布事情を分かるという。なるほど。っていうので、なんか自分でアメちゃんチケットで配ってるのに客席で客席であのカチャカチャナイロンとかカシャカシャされたりしたら、舐めていいよって言ってるくせに。でも後入れのやつに限って始まってんのにガチャガチャまあ遅れてくる人は、まあね、舐めたかったら早来いや。舐めたかったら早来い。そんな舐めたいと思っては食べてないと思う。何にも考えてない。まあ空気読めよ。でも多分その怖いから飴舐めさすんですよね。なんか飴舐めてたら、うん、多少甘いじゃないですか。あ、ちょっとなんか余計なサービスつけとこうかなって。いや、なんか普通にこうやって見ててつまんないのと甘いの舐めてて甘いのって気持ちをねちょっと緩和するっていうもんね。そうなんですよね。すげえ。そういう意識が多分脳内麻薬的なことで、作品作りにもいっぱいあるんですけど、曲めっちゃ書けるんですけど、うん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 、なんかその流れに合わすのもあるんですけど、うん、見るのがしんどくなったりとかするじゃないですか、うんうんうん、見てて。でも目つぶってても雰囲気分かったりとか、なんかいっぱい出ててみんな吐けへんから、物語追うのしんどなってもこの人だけ追うが楽しい、うん、なるほどね。保険に保険を重ねていってるって、なんか遊園地にこのアトラクションだけ乗りに行かないじゃん。
東京公演だったんですけど、うんうん、ずっと前の東京公演で、うん、なんか変な形のなんか劇場だったんですよ、うん、こう台形みたいな、うん、小屋自体、はい、なんか全部なんか逆囲みにして、うん、中全員立ち見で見せてパンパン、いやでも小さかったんで40人ぐらいですけど、うんうん、詰めて、うん、曲めっちゃ流れてて、うんうんうん、いろんなとこで女の人、女の子と喋ってるって、うん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 、やったんですけど、うん、結構乗らんときめっちゃ乗らんのですよ客が、はいはい、でも乗るときめっちゃ乗るんですよ、なんか明かり当たったとこにみんな移動したりとか、前の人座ったりしゃがんだりとか、はい、で水も飲んでいいから、うん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 、でシャメも取っていいとか、うんうんうん、カシャってしてる人いたりとか、なんか後ろの関係ないとこ見てたりとか、うんうんうん、すごいそれが意外と楽しくて、うん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 、まあいいなこれと思う。すげえな、客席ごとも全部箱に沸かしたの、はい、でなんかそれでクラブのシーンがあるんですよ、うんうん、なんか大事なシーン、うん、主人公と二人が酒罪の符持って、うん、真ん中みんないる中かき分けて音楽ガンガン鳴ってて、うん、聞こえへんけど大きく喋ってる、その時に全員客席がクラブの人になるじゃないですか、うんうん、あ気持ちいい今観客誰もおらんと思って、あーすげえ、それは楽しかったです、ね、なるほどね。あ確かに客席っていう概念はすごくその遊園地にしたい小山君にとっては邪魔かもしれない、ね、なんか遊園地も動物園の方がいいんですけど、動物園も一人で行く、一人しかパーク内にいないと楽しくないじゃないですか。あ、それはそうね。この猿のとこには何人かがいて、ライオンのとこには全然いない、うんうんうん、から僕はここ行くみたいなのが楽しいかなと思って、うんうんうん、でだからそれでこの間そのいう形でやったのは良かったなと思ってやってみて、うん、結構乗らないとき本当に乗らないんですけど乗らない回は本当になんかびっくりしたのが、僕後から入るんですよね、うんうん、ギリギリ入って俳優紹介だけしてじっとしてるみたいな、うんうんうん、で俳優紹介しに入ってったらみんなこの外側舞台になってる、全員客が丸になってて向かい合ってる客だし、僕はダンスボードを始めたんですよ。分程度かなっていうのを考えて、途中で客席全部組んで全員移動させて何しましたけど制作さんが大変みたいですやな。でも大阪でもそれは やりたいな。うん、面白そうですね。せっかくやから6層みたいなオーバルシアターっぽい形やったらできるかなと思って。大阪の人となんか過剰に反応する人がいてそうで面白そう、いる回もありそうで、ほとんど音楽鳴ってるから喋っても聞こえないんですよ、邪魔にならないんですよ、うんうん、だからなるほど。あれはじゃ あの僕が見たやつもなんかそういうシーンが確かあって、芸術のやつやったんですけど、確かね、あのものすごい音楽がかかっててあの完全にテレビが潰れてるんやけどなんかずっと叫んでるっていうのがあって、叫んでるっていうのは、ね、文脈やと思うんですよ。なんか別にセリフ、まあ、大事なセリフもありますけど、うんうん、文脈でわかるじゃないですか、うんうん、ちょっと前まで男女で喧嘩してて、うんうん、音楽かかってて、うん、めちゃくちゃ叫んでる、でもあもうなんか嫌なことあってんなみたいな、うんうん、それぐらいの方がなんか普遍的になるから、うん、あの共感しやすいから、ね、若い子とかが見る場合、特に細かく一字句を聞かせる人は特にない、うん、あ、なるほど、ね、共感だけを得ようとするから、うんうん、そっちの方がいいかな、うんうん、ほんまにいる時はマイク使うのかな。そうですね。めっちゃマイク使てると思いながら、なんかで、なんかそうですね、なんか男女の話でも何々行く、何々っていうのと何々っていうのだけやったら何々っていうだけの方が共感できるじゃないですか、うん、限定しない方がいいかなってできる。なるほどな。じゃあ、CM 前の話いきますけど、東京行ってみてどうでしたか、はい、今。いや、めちゃくちゃしんどかったですね、最初の公演言ってもちょっと何ヶ月前なんですけど、東京でも3本ぐらいやったんですけど、うんうん、4月に行ってすごいよな、まだ半年ぐらいか。そうですね、東京1本目の
やつがその今まで僕がやってたようなやつを結構あの初めやからと思って過剰にやったんですよ。じゃあなんかすごいあダメなんか全然響かんなと思って。いっぱいあるんですよ東京やと。ああはい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 。しかもちょっと古いみたいな。ああもうすでにやってるトレンドが10年前ぐらい言われちゃうし、大阪やとあんまいないし若手しかやらんからやるとしてもちょっと新しいみたいな感じになるじゃないですか。でみんな僕より下の後から作った子とかはちょっと真似してくれたりするんですけど、でも10年前なんやと思って東京に行って井の中の蛙なんで、うんうん、車輪の再発明しちゃった感じ。なんか劇団数もなんか数えれないぐらい向こうの方が多いし、うん、劇場が何倍もあるのに全部毎週埋まってたりするから、うんうんうん、あじゃあ俺みたいなやつ10年前に潰されてんじゃんなるほど。そうなんです。もっと言ったら青年団の流れからもうみんな通っていった道やってことで、なんかあメタフィクションとかもきついなみたいな、うんうん、メタ的なのもきついし、なんかリアル突き詰めていってもなんかその時にいい感じになったんですよ。本当に稽古場もストレスめちゃくちゃあって、うん、みんなちゃんとやってくれたみたいな、うんうん、でやったシーンが過激なシーンで暴力的な感じになって、うんうん、リアルになって、うん、めっちゃ僕は面白いって一瞬思ったんですけど、うん、急に泣いたり叫び出したり、うんうんうん、バーンやったりとかして、うんうん、あこの先ないなと思ってそれ見た時に、うん、なんかこの先何も生まれないと思って、あのただ泣いてるだけ怒ってるだけになるから、うんうん、それは別に嘘ついてるわけじゃないし、うんうんうん、感情高まってるし、うんうん、高めてるのは僕が演出したり戯曲書いたりしたからっていう作用があると思うんですけど、この先が見えなくて、うんうんうん、なんかこれで終わると思って、うんうんうん、これ以上ないじゃないですか、うんうんうん、リアルやったとしたら、うんうんうん、破綻やん。 それがめちゃくちゃおもろいかって言われたらそんなおもろないなと思ってこれ突き詰めても別に面白くないかもしれない、うんうん、やる分にはいいと思うんですけど、うん、これプラスアルファが必要やと思って、うんうん、もうちょっとやめようとやめようっていうかちょっとだけ考え変えようみたいな、はい、でその次のがさっき言ってたあの囲み、うん、逆囲みだったりとかになってきたんですよね、うん、生っぽいのを突き詰めたところで生なだけじゃないですか。物足りひんなって思って、やめます。やめてはない。まだやめてはないけど、ちょっとなんか入れなあかんと。テコ入れが必要だと。別の考えもあるかな。その時期にやっぱ青年団の近くに無輪館でいるじゃないですか。うんうんうん、織田さん あの稽古とか見てて、うん、やっぱ全然違うんですよ。うんうん、なんかいろんなんかやっぱこっちもあるなと思って。それはどう違う。僕は多分普通に作るのに自分が自信なかったから実力ないって思ってたから、うん、生の部分、うん、本人の面白さ、うん、それ思いついた時もめちゃくちゃすごい俳優以外に演劇学校にいたんで一番、うん、想像力とかが大事っていうのはすごい感じて、うん、自分にないっていうのを思って、うん、よっぽど上手い俳優じゃないとあの別の人生を生みたいにするのは無理じゃないですか。で、年上しかいない世界なんで、うん、みんな俺よりは絶対それがうまい。それに勝つには、うん、そのままやるしかないんじゃないかって俳優もってやったんですけど、でもなんか青年団の織田さんの講義とかを受けてると、うん、あの偶発的な面白さに頼ってるのは失敗する確率が高いし、うん、でそうなった時どうすんのみたいな、うんうん、失敗したら毎公演面白いのもいいけど、うん、あの変わってて、うん、でもロングランとかですれば、うん、やっぱお客さんはある一定のライン あの、うん、作品を見に来るわけなんで、うんうん、同じ料金で、ね、やってもね、いや毎回同じようにできるのがそれが生身に見えたら一番いい、うんうんうん、から確かになと思って、これやったらロングランできひんし、うん、ベロベロ眼球音っていう名前で僕がまだ若いから通用してるだけで、うん、その今の僕の先輩らと同じ年代になった時に、うん、あ勝てないと思って、うん、気づいたからちょっと考えよう、うん、
なるほどね。全然違いましたね、東京のいろんな人を見てて、あ、作品の作り方とか。自分が古いっていうのも理解したし、うんうん、いろいろ見に行ったりする中で、やっぱ織田さんの演出とかもめちゃくちゃ、まず最初にめちゃくちゃ細かく、あの間の大きさとか音とか決めるんですよ。織田さん 0.1 秒ぐらいが判別できるんだよね。でも秒数でやるのは、うん、あのメディア来た時だけらしい。あ、そうだ。言っていいかわかんない。もうネットに上がりましたよ。まあ別にいいんじゃない。ちょっとパフォーマンスで様子が今は分かりやすいから、まあとかちょっと早い、もうめちゃくちゃ集中して何回もやり直すんですけど、ここは音がちょっとちゃうとか、動き出しが早いみたいな。でもそれ演出じゃなくて、実は全部戯曲の中らしいんですよ。本当は全部書いてたいけど、ここでこんだけとか、そう、まあ、の秒数とか、こう音とか、でも書けないから、それを今伝えてるだけで、まだ演出じゃないみたいな。そういうこと言うよね、東京のすごい人って。そうです。で、やっぱそういう、ね、織田さんみたいな作り方してる人大阪にもいると思うんですけど、マネっていうか、なんかそのマネじゃないですけど、そこの流れ、けどそれでも演出やと思ってつけてる人多いなと思って。でも織田さんは戯曲の中にあるだけだから、まず忠実なものを今起こしてる時間なんやっていう、それに費やしてる感じが、あ、全然違うなと思って。僕も今年、あの柳原美邦さんっていう、ニグロールっていうダンスカンパニーをやってる人と3月一緒にやらせてもらったけど、演出つけれなかったって言われてた。そこにですよ。だからもう演出つける前のところで時間がなくなったみたいなこと言われた、だから僕 の、 その大阪でずっとやってたっていう、その大阪の常識というか、やっぱ自分のキャパシティというか、っていうものがやっぱりと、その東京で世界も相手に戦やってる作ってる人と の、 その常識っていうのも全く違くて、あーと思って全く届かへんかったっていう挫折を、まあおかげで、単にあれっていうか可能性ないの、場所が違うから方法論が違うだけみたいな可能性ないの、密度の濃さだろ、方法論というか。いや、でもだから柳原美邦さんが要は最終目標地点っていうのは見据えてるわけじゃないですか。だからそれはそれが高いか低いかは別の問題で、だからそっちにそれがそれは高い高いそれが低いとは言ってない。あの、だからそこに至るまでの、あの、まあ、平均的にみんなが持ってるそのセオリーみたいなのが、だから、まあ、こっちに向いてる人はそれはこっち側に予算持ってるわけじゃないですか。ただからそれにズレがあるだけで、こっちが向いてるだけなんじゃないの、大阪の人っていう。そういう話で、そういうことかもしれないし、なんじゃないのかなと思って。でも、どうなんやろって。でも確かに言えるのは、両方今いてですけど、東京の演劇がすごいわけじゃないですけど、地方のすごい人も海外のすごい人も東京には訪れるわけじゃないですか。それを見てるじゃないですか。そうなんですよ。だから知ってる量が違う。でキャパシティって言いましたけど、キャパシティがそれなんか演劇やってる人のちょっと量が違うと思って、大阪で東京から来る人ってやっぱ少ないと思うんですよ。大阪は特に独特な文化の上がり方をしたから、あの一時期大阪で小劇場ブームになっていっぱい出来上がって。で大阪独自に進んでいったけど、途中で鎖国しちゃったみたいなイメージを今東京では持たれてるんですよ、大阪の演劇は。だからやっぱ世界のやつとかも見に行く機会少ないしっていうのは感じる。そうなんですね。だから大阪はいつまでたっても何やろ、喧嘩の相手が東京なんですよ。あ、そう。でも東京の人は喧嘩の相手は世界なんですよ。そう、大阪とは喧嘩しないんですよ。そうですね、っていうところでも全然見てるところが違くて、結局世界のものも一回東京を通らないと大阪には降りてこないというか、っていう部分があって、京都とか頑張ってこうロームシアターとかも海外から読んだりとか、なんかその一部
みんなはその海外から呼ぼうとしてる一部の人も大阪には絶対いるんですけど、それがこう大阪の本流にこう染みていかないというかっていうところは確実にあると思います。京都とかがその海外とかの最先端の演劇を取ろうとしてるんですけど、でもそれを大阪ぐらいの大きさでやらないと浸透しないと思ってて、だから好きな人はそういうのが好きな人は京都に行っちゃうじゃないですか、結局でまた大阪にいなくなるみたいな。京都行ったり、だからまあ神戸をもう微妙なんやけど、まあ神戸とかも芸文とかがちゃんと買い取って、うん、国が買い取って東京のやつやるんだけど、大阪にそういう劇場もない、うん、公共ホールなんか、うん、神戸の中で、うん、これ一番僕面白いなと思ったんですけど、うん、アートマネジメントの神戸とかもそうですよ、うん、大阪は若手が育たないんで、うん、私は、うん、なんでなのかなって僕は分からないんで、大阪に若手なんで、なんでなんですかみたいな話を聞いたら、なんか大阪には東京ホールが上がるんだよ、で、劇場が通っていった、劇団が通っていった、大阪はそれが一切ないから、うんうん、若手育つわけないみたいな、うんうんうん、あ それはでも育つわけがないって言うけど、その育ち方が一方向に限定してるからないだけであって、あでも他の育ち方もあると思うんですけど、うん、そうです。今俺がすごい気になったのは、ゆうすけさんの今の言い方で気になったのは、うん、成功するというかそのあのあれ想定してる方向性がすごいね、一方向やったのが気になって、その国がやろうとしてることに のやり方、確かにそれね、普通一般的なあの成功例ではあるんやけど、それが、うんうん、いやそうじゃない成功例っていうのが必ずあるはずで、だから育たない若手みたいなの、それはほんまに育ってないのかっていうと、単純にその世界に通用する生命線って、それが本当に正しい価値観なのかっていうところに疑問が感じられなかったらちょっと嫌やって、ちょっとこれはちょっとここの話はちょっとやろうと思ったけど、その見方はよろしくないじゃんような気がするぜ俺は。いやこの話をすると多分小山君の話から離れてしまうからあんまり良くないのかもしれないけど、別に小山君は今から離れてしまう、なるほどね、それはそう、別に小山君から離れてはいないと思うのは、うん、東京行けばいいわけじゃないと思うんですよ、うんうん、でも東京行けばいいわけじゃないし、でも最先端の演劇とかがあるとすれば、うん、それは触れれた方がいいじゃないですか、触れれないより選択肢はあった方がいいじゃないですか。多分最先端という言い方がよくわからないんだな、いろんなものに触れたいけど、いろんなものが少ない。それはわかる、それはすごくわかる、多様性がない、うんうん、そこはすごくわかる、それはすごい思います、うんうん、なんか単純に最先端という言い方が俺は気に入らなかっただけかもしれないな、いや今のは、うん、うわ東京行って調子乗ったって思われるんですよね。だからじゃあ一回だから見たか見てないかでいう話で言ったら、見た人の方が絶対話できるし、見た人の方が選択肢が増える、見続けられるなら将来的に何かそういう地元とかに劇場を作って、それまでに東京とかで頑張っといて、でなんかそっから出会った人とかを見れるようにしたいなと思って。うん、だってこの間話してて、あの新幹線のステージアラウンドのことをまだ知らへん人だったからね、演劇の関係者で。いや別に知っとかなあかんわけでもないんですけど。いやそれはでもやっぱり知っといた方がいいじゃないですか、うん、まあ、知らんからって言って自慢されても困るもんねっていうのはありますけどね。うん、で、感激三昧とかすごいいい、うん、
情報量が、ね、単純に情報量が多いんですよね、うん、集まるから、うんうん、あでも、うん、僕が最近感じてるのは今東京で集中してたけど、あ今次、うん、地方に地方分散がすごい今動いてるし、うんうん、まあ、それも当然動いてるのは動いてるっていう話を聞いちゃった。青年団の豊岡も、うん、そうですけど豊岡に行ったりとか、うんうんうん、地方再生とかと絡んでお金も動くし、うん、いいなと思ってて、そういうの流れの中でそれが定着した時に大阪で晴れたらいいなと思って、うん、大阪でも続けてるんですけど、うんうん、分散化はすごい面白いなと俺も思うんですけど、ね、なんかあれ楽しいですね。あれだからやっぱり、ね、ほんまに多様性をあれしようと思ったら差を出そうと思ったら頭の中で作ったことじゃなくてなんか普段の食い物が違うとかそういうこと で、うんうん、で自然で出てくる差っていうのがあるから多分それ突き詰めようと思ったらほんまに移動し発信地を移動させるしかなくて、うんうんうん、だからいよいよ本物の多様性を作ろうとしているのかなというところでは気持ちいいなと思って見てるんですけど、うん、もっともっといっぱい分散してほしいなと思って見て、青年団が豊岡行くのは多分大きいですね。あ今後豊岡ね、豊岡県に、うん、関西もしかしたら一番暑い、ね、ね、あれでしょ、温度一番上がるとこじゃないでしょ、あれ豊岡じゃない、豊岡は何のとこですか、豊岡は、ね、温泉のとこ、そうそう、城崎とかに近いよな、城崎なんか日本海側なんかその流れはすごい今、うんうんうん、感じます、うんうんうん、東京に出て余計かもしれないけど、ペニノの方も言ってたみたいな、うん、今すごいどこもダメだっつって、うん、なんか東京は東京で淘汰されるシステムがないみたいで、あ資格とかあるわけじゃないから、うんうんうん、増えるだけ増えて、うん、でも選ばれていかない、うんうん、続けれる状況なんですよ、東京は お金にもなりやすいんですよね、うんうんうん、大阪より、うんうん、集客も多いし、キャパが大きかったら絶対それだけ多くお金大きいですもんね、客も多いんで、うんうん、続けれちゃうんですよ、うんうん、ある程度の固定客を確保すればで増えるだけ増えてって、うん、大丈夫ですよみたいで、だから地方に行くのはすごいいいなと思って、うん、大阪頑張ろうそうなんや、なんか東京と大阪はじゃあもうイーブン、小山君の中ではイーブンというか大阪の方が強い、自分がですか、うん、気持ちというか演劇続けるとしたら、うん、なんか5年後大阪で張りたいんで、うんうん、でもそのためにはあと 1,2 年は東京で頑張っとくべきかなみたいな、なるほどね、で例えば僕が頑張ってちょっと良くなったとして、うん、で大阪で公演した時に、うん、なんか例えば演劇祭とか僕がやるって言って東京の人が連れてきたらちょっとでも見れたりするみたいな風になればいいなと思って、多分そういうすごいパーソナルなやり方みたいなのは多分なんか合ってるというかそういうものを期待する感じの作品のやったし、うんうん、今のを聞いて、あなるほどっていう僕は思ったんですけど、うん、東京の人と大阪の人俳優さん見ててもやっぱ全然違うし住んでるとこが違うから、うん、面白いなと思って、うん、なんか面白い、関西弁をやった時が楽しくて、うん、全然喋れないですよ、できひんやろ、イントネーションだけじゃできひんもん、そうなんですよ、感性というかその土地の人の人柄とかが出てこないとそうなんですよ、ね、方言ってできないんですよ、やっぱ全然違うやなと思って住んでるとこが、うん、で僕が東京の話し言葉だと思って書いてて、うん、上演したらなんか未来語とか言われてあでも多分そうやと思う、僕名古屋のそれこそこの間空中の名古屋の台本読んでもやっぱり標準語、大阪の人が書く標準語とちょっと違うんですよ、ニュアンスが、何々じゃんってめっちゃ書いてて、じゃん全然言えないんですよそのじゃんじゃないみたいな俺の思い描いてるじゃんそれじゃないみたいな、どこに暮らしてるそうなんです、全然ダメなんですよね、大阪の人の標準語、なるほど、なるほど、あ、ヤンがジャンに置き換わってるだけみたいな、もしかしたらそうなのかもしれないね、でもジャンが言えなくて僕の思ってるジャンじゃないそれは多分生活して馴染んでいかないと多分書かれへんそうなんですよね、多分
広川大一郎みたいになってるんですね。ミスターブーみたいになってる。何分からん。そうじゃんそうじゃんみたいな。じゃんみたいに言われて。じゃんやってじゃんって言われて。じゃんやから。でもやんで困ることないじゃないですか、大阪で。やんが困ることないのに、あ、じゃん困るんやって。そうそうそう。感じました。面白いですよ。だから関西、何やろ。関東弁の台本を関西弁に直すだけじゃダメとかね、やっぱりその人の人格から変えていかないと、関東弁で書くと関東、それも関西で書いてたら関西っぽい関東になるとは思うんですけど、やっぱりね、違うんですよね。それはすごくなんか地方のとかやってて思いますね。だから横浜、僕劇団をおった時、座長が横浜生まれで、横浜生まれの人にが関西弁の本格ってなって書いたけど、よく分からなくて、あ、これは言わないですよ、これは言いますよみたいなのがあったんだけど、でも最初関西人やのに関西弁を舞台上で上手に喋れなくて、あ、そうなんですよ、ね、え、濃くなるんですか。いや、薄くなるというか、薄くなる、要は何だろう、違う土地の人が書いた関西弁なのもあるし、うん、だから本の人間、あ、でも人間性は合ってたのか、でも濃くしないと関西弁にならなかったです、僕は、うん、ああなるほど。普段のヒュッとした一歩引いてる感じで関西弁喋ると喋れないというか、へえ、なんか喋れるんですけど、普段も喋ってるんですけど、なんかね、結局だから書かれている人間性というか、その座長から見た関西人っていうイメージの関西弁にはまってなかったのかなとは思う。やっぱ土地柄は面白いな。いや面白い、ね、すごく思います。だから東北弁もそうやろうし、うん、ね、あ、そう、その南国の九州弁もそうやろうし、やっぱりそこの土地柄、それこそ、うん、に普段感じているその温度であったりとか、毎日雪かきしてる雪国の人の感性でやっぱりズズ弁は喋らないと喋れないし、そういう意味で言うと東京でいろんな劇見れるみたいなのは、東京にいろんな人が集まってるから見れる。でも大阪にもいろんな人集まればそうなると思う。それは大事だと思うんですね。だからなんかこうね、人間が実際に移動できるようにして、ちゃんとその土地土地に簡単に移動できるようにし、うんうん、ならへんかなってしたいなっては思うんですけど、それしてする力がないのでならへんかなって思ってるんですけど、それがやりたい。経済的なこととかで言うと、僕大阪東京に行ってるじゃないですか。どうしてんの。でも意外とバスで平日やったら2000切って行けたりするんですよ、うん、でみんなの1万円以上かかると思ってるから見に行ったりしないじゃないですか、はいはいはい、普通にこれチケット代と変わらんぐらいで行けるから、うんうんうん、それは深夜のバス、深夜のバスですけど、でも大阪で2作品見るのと、うんうん、東京で1作品見るの値段変わんないんやったら、うんうん、もし行きたいんやったら行けるやん、いいやんって、まあ、時間がちょっとね、まあ、確かに確かに。でも東京の劇団がツアーしてても東京の小屋でやるのと大阪の小屋でやるのと全然違うし、うん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 、自分がするにしても違うから、どうせやったら気になる劇団やったら待たずに行ってみたらいいやんみたいなのは最近だって思います、うん、逆に言えば大阪でベロガンやるときに見に来てほしいなって、うん、大阪の方がやっぱ広めの会場やったりするし、うん、予算も慣れてたりするんで、うん、なんか移動大事ですよね。の中継ぎになれたらいいなっていうのは、何年か後にそうなったらいいなって思います、ね、うん、それはやっぱ向こう行って思いました。素晴らしい。それはだから大阪のいいとこも悪いところも見え、うん、その比べるものができたから。そうですね。ね。なんかでもそういう話を同い年かそれより上ぐらいの、うん、できて 2,3 年とかの劇団の子らと喋る機会とかがあれば嬉しい。そうだね。確かにそれぐらいの人らと僕が話すにしてもやっぱ結構上の年代の人とかばっかり。あのよく会ったりする、うんうんうん、そうだよねって言われるチャンス、ね、ちゃんと同い年ぐらいの劇団とかと喋れる機会、うんうん、なんかあ一番東京にって思ったのは、うん、なんかつながる機会少ないなと思って、
そう、なんか若手が劇場でみんな飲もうよみたいな企画もあるし、うんうん、劇場主催の、うんうんうん、なんか一緒劇場がやってましたね。やってました、やってました。なんかやっぱ若い子同士で会う機会多いんですよね、東京は、うんうん、大阪はあんまり行く集まりとかないなと思って、それはすごい思いました。あとなんか作風でもめっちゃ固く閉じるじゃないですか、うん、大阪の人です、うん、みんなってだから行く、あったら行く、若い子って僕は少なくとも行きたいし、喋りたいこともいっぱいあるから、うんうんうん、あと出会いたいですね、めちゃくちゃ、うん、それは大阪おった時からそう思ってた。大阪おった時はしょうがないと思ってた出会えないと思って、知り合いに行けるしかないんで時間かけるしか会う方法がないと思ってて、特に演出やとあんまりワークショップ行ったりもしないし、そうだな、出会えない、自分の世界ばかりになりますね、集めるしかないんで、うんうん、なんかそれは東京のがあるな、若い子の人口も多いなとは思う、でも本当は大阪もいっぱいいるけど出会えてないだけなんやろうなと思う、うんうん、腰が重い印象ありますね、うん、関西の人ってね、あのが多い、全員じゃないですけど、なんかね、どこが集めるかにもよるんかなっていう気はしてて、それこそあの学生演劇祭やってる藤原春樹とかは、うんうん、こう大学生の劇団とかをこうどうにかこう集めてやろうって、うんうん、で上の世代とつなげようみたいなのをずっとしてたんだけど、でも要望ある程度こうやって声をかけて、学生演劇祭の LINE があってさ、大学生の学生劇団におる人とか OB とかみんな誰でも入っていい LINE グループがあって、そこでなんか情報共有とかしてたんだけど、あんまりあの足が動かなかったみたいなのもあったりして、 その辺も踏まえて、東京の人ってなんか割とね、移動気軽にバンバンしてるイメージがあって、ね、稽古場行くのもめちゃくちゃ千葉から来たりするし、ね、遠いとこから移動しますもんね、神奈川から千葉とか多いし、なんかどこの現場行っても知り合いいるみたいな感じなんで、あれはなんかそれはやっぱ文化とか感覚の違いですかね。うん、そんなん、そんなんは確かに知りたい。それがすごい、うんうん、大阪に戻ってきて、出演者集めない、全然違うな、東京だったら、すぐ集まるんですよ、彼の秘密からだったら、彼の信頼も的にはそれもやっていくということで終わりましょう無理やり、いやでもそうですね、誰か集める機会です、若い、でも若い人と集まってほしい、ね、それこそ広いんで森山先生HPF やってた森山先生それはでもぜひぜひ、いやもう知り合いたい、でもその辺やと思うけど、いや俺は実際本当はやりたいんですよあのパイプがないだけ、パイプがないっていうか、いやあのまだ無理やなってだけで、本当に人間を移動させないといけないから、うん、それは何の話、いや、演劇人が集まるとかね、だからあの演劇人だけじゃなくていい、ね、観客が自由に移動して、うん、いろんなところであの自分の好きなものを見るっていう、あ、見る話ね、見る作るのも一緒、喋る話は、まあその一環でやればいいんだけど、だからよ、いやだから目的は何でもいい、人間の移動を簡単にさせたり、喋るやつ作ってください、そうそうのでそれをやっていきたいと思っていますので、はい、ぜひ一緒にお願いします、はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりです、はい、あ、なんか告知ある、あ、あります、告知、じゃあ告知をしてください、見ていいですか、いいよ、自由ですよ、今週末なんですけど、はい、お今週末なんや、今週末ですね、今週末に、チェーホフの桜の園をやります、うん、お女の子だけで、うん、で怒らせるやつやな気使わなくやつですね気まずいシアトイカローテインで、28日が11時15時19時で、29日が12時16時2日しかないんですけどやってます、一般予約が2500円で3人割引みたいなのがあって2000円で1人来れますので、
ちょっと本当にあの一撃屋さんとか匿名とかと被ってた。そうですね。そこか。そうですね。なるほど。バチバチやと全部取られていくみたいな。そこか。ちょっとあの仕事あっていけないは本当はいけると思ってるんで。仕事あっていけないは大体いけるやつやから。そうですよね。いやもうほんまにいかれへん。だんだん90分ぐらいなんで。11月も18、19かな、うん、ウィングフィールドで、それは新作で僕の書いたやつ、本当に言ってた閉鎖的な感じの、結構はどれぐらいのペースやったの？最近はめっちゃ短くしてますね。でも毎日、あ、毎日やってる。ああそうか、もう共同体になってる。そうですね、なんかもうなんかちょっと毎日なんか何事も直前になったらできるみたいなとこあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ嫌いでじゃあ最初から焦ってやれよとあるよね、全然最初やらんのが嫌いみたいな感じ、うんうん、なるほど、はい、わかりました。ぜひ今週末本当に来てください。本当に来てください。ゆすけさんはどうですか？はい、僕は、12月の15、16、17、18に、発表情報発表されたんですけど、エンドトランスフィッシュの、その翼制御不能という作品に出演しますので、まあまあ、もう先ですけどチケット発売開始しておりますので、立花のツイッターとかを、チェックしていただいて、ポチッとしていただくと立花が少しほっこりするというシステムになってますので、ぜひですね、立花専用のアドレスから立花専用のパッとね、あの予約していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ブタンバ、あ、おー、これビロビロ眼鏡の T シャツなんですよ。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれでしょ。あ、は、着れる着れる、普段着れる感じ。いろんなロゴが全部知らマークが、いや、この子がいる感じです。あ、写真ベロベロ、ダンギューベロ、違います、これ違います。 T シャツ売ってるんで、本当にあのお願いします。在庫が、在庫が買えてるんで、はい、ちょっとローリングストーン、でも新作なんでやっと黒く作って。はい、武田さん、あ、いや、映画を撮っておりまして、あ、はい、あのクラウドファンディングをやっておりましたので、その日声を落ちてきたクラウドファンディングで検索していただきますと出てくるので、もしよければご支援ください。何本から、何本まで？1000円から始まりまして、50万円まで一口ございます。50万、なかなか50万出したら何もらえるんですか、バッグみたいな。ね、影ちゃんと一日デートとか、うん、ロゴが映画に入るよあのオープニングとかに、オープニングとかに、そうそう、会社のね、ロゴが、なるほどね、企業さん向けの、これね、3口しかないから早いもん勝ちです。急がないと、急がないとなくなりますから、駆け足ので、ぜひぜひよろしければ、なんか結構たくさんご支援、この前初めてのとこなんですけど、いただいてて、ちょっと若干今、ビビってるんですけど、マジですか、じゃあ、金持ちの誰の力ですか、ターンゲマスミの力ですか。もうありがとうございます持ってます、すみませんということでよろしくお願いします。はい、というわけで今週はこの辺で終わ、今月はこの辺りで終わろうと思います。来月はですね、ジャニーズ大好き演劇、またしがみに行きますか。この年1月にやったジャニーズ大好き演劇に、あれからスマップも解散しましてですね、新しい地図というものもできまして、いろいろこうジャニーズ情勢変わっておりますので、前回に引き続きですね、一ノ瀬直哉さん、タイノマリエさん、うんうん、そして金沢ひろみさんに続きまして、うんうんうん、スマップ大好きな方を一人お呼びすることになりました。まさに家中。それこそですね、ファン、署名活動、解散 の、うん、あの反対署名活動とかもされてたよ。ありましたね、やってたやんやってたらしい
言って、え、怖い人嫌やね、怖い人怖くない、違います、うん、大丈夫、すごい熱量のある尊敬すべき方だ、なるほど、いやもうほんまにだってそうやって動ける人ってすごいと思うんですよ、僕動かれへんから、うん、どんなに好きなものであっても傍観してしまうから、うん、それを主観的に動ける人って本当に熱量すごいなと思うんですけど、そんな方をお迎えしてちょっとまたあのわーきゃわーってなってるのを見ようっていう、それもです、箱庭です、箱庭です、もうジャニーズで盛り上がってる女子を見るっていう、どうぞよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、エンドロール。